コーヒーと笑い届ける OOTV。 ただしこの仕事アローワークには載っていない。どうも、横浜市区 OOTV です。ね、今話題のクルミンアロマさんとね、プンジンさんの、ね、復会にね、9時から行ってまいりまして、急遽ね、でね、そこの、ね、ビンゴ大会が行われて、なんとね、日頃の行いのせいかね、3番目にね、ビンゴになったんですよ、ビリから、うん、後ろからですね、はい、ね、こういうの何があるかって、もうほぼ俺よ。クラスが食いかけたような感じ、ね、ライオンが食った後のあれよ、うん、そんな中残ってたんですよ。やっぱ残り物にフックかってな。そういうわけでこれね、ビリカ3本目でこういい商品ですよね。カップですね、なんとか。これで紅茶を作れっていうことですかね。もうちょっと荒くすればメタルドリッパーになりそうですから、実験してみたいと。価値がある。で、飲み口が福徳で、紅茶に向いてるやつかな。ね、飲み口が広く。冷ましやすいよ、紅茶。でも逆にコーヒーを飲むね、カップはこう狭くして冷めにくくするっていう、ね、やつです。というわけでね、こういうね、OOTV も商品化してみたいなって。自分の顔のね、ロゴ貼ってね、ね、ギャラを、利益とかはね、いやらしくツイッターで広報したりとか、するやからもいました。ね、確か大してこういうあれは利益ないですね。うん、私はこういうのどう違って。アドバンテージ。ドクターはアドバンテージもあるよね。うん。商品を作ってみて。その話は置いといて、ね、もう今話題になっている炎上騒動とね、何も知らないでね、見るリスナーさんとか、リスナーじゃなくてな、問答とかね、プライバシーに等しい DM をさらけ出すというやからと。前いたね、そういうやつ。うちの周りに。ね、あれは DM じゃなくて、リプをね、公開してね。こう、私は正義だというやつとかいました。まあ、それっきり、まあ、音信不通にしましたけどね。全くくだらない、というのはね、やっぱね、こういうものと事実と物事を見るというのは木と森なんですよね。こう何も知らないでね、こう批判を言うやからはね、森なんで、こう私のようにね、こう何か事前に調べた上でこう物事を発するっていうのが木なんですよ。ね、もう森というね、細かいところを見ないで、こういろいろね、
何回する前からはもうフラ工作とかしたりとかね、したりとかオファーとかして、うん、おー、だいたいね、YouTuber、 我々のやってる動画はかつだいたい無謀なことだ、単純なことをやるとみんなやるから、こう、つまんないですね。だから私はこういう無理だと分かっててもやるっつうのがね好きなんです。無理だって知らないでやるっつうのが一番怖いんで、まあ要はあれだ、木箱を見ているやつに彼女に批判をする資格はない、こう煽っとけば私の毒にドクドクと出てくる。この話題の騒動に乗じた動画でした。というわけで、はい、私はあんなの怖くないですよ。こんな50万ぐらい大会のごときの YouTuber を批判しようとな、私はねもっとでっけえやつを批判したからね、公式だよ。私は YouTube スペース東京という大きな組織を批判したから、そんな場数を踏んでねこんなしっぽけなやつをやってきたんです。というわけで、だからなこういうあれなんだ、なんとも、心に刺さんない批判のコメントばっかだな、薄っぺらい。このことの根拠とかそんなない、実にノイジーですね。こう私のようにこう根拠あって数字とかなんやろ、数字っていうとあれだ。というわけでね、そういう森ばっかみたいなね、そういうオフ会も知らないという都内で批判する輩は ねそういうコメントする価値はないという、来たからこそそういう楽しみとかこういろいろ裏の自由とか知り得るわけなんですよ、というわけで次回はまたお会いしましょう。ドンキッション、OTV Twitter なるものを始めました。番組の情報や他の方々などのね、コメント交流の様子、そしてコーヒー紹介、そしてね Twitter でしか見られないスクールオブジャンプのネタております。ぜひ Twitter アットマーク OUKANOUDN 大岡の洋談とローマ字で検索し入力してください。それではよろしくお願いします。そしてこの動画を見終わったと赤いボタンにクリック、登録ボタンを押してください。さもなきゃお前を一生つきまとうからな。それでは。